あれから。あの暑い、暑い夏の日から、3ヶ月近くが経った。楽しかった夏休みが終わると、瞬く間に季節は移り変わり、森宮市は毎年の恒例行事である森宮千秋祭の日を迎えていた。10月末のハロウィンに合わせて2日間にわたって行われる秋の風物詩。各街区で個性豊かな催しが企画されるため、例年市外からも多くの客が訪れており、人々は忙しくも楽しみながらその準備に追われていたのだった。あの春の夜、あのガード下から始まった俺たちの目まぐるしい戦いの日々、それも時の巡りとともにすでに過去のものへとなりつつあり、俺たちが掴み取った日常は陰ることなく穏やかに続いていた。それでは次の一節を。倉敷、読んでくれるか。はい。そこにあったのは一通の古い手紙でした。それを読んで私はようやく気づくことができたのです。あの日、病床にあった母が一体何を伝えたかったのかを。頑固で厳しいあの父がどれだけ私を愛してくれていたかを。頬を伝う熱いものを拭うことすら忘れ、私はただかつての故郷を思うのでした。そこまで素晴らしい。主人公の切ない心情がありありと伝わってくるようだ。先生、この小説大好きでな。ああ、いかんいかん、目頭が。おいおい、また泣いてんのかよ、田辺先生。ほんと涙もろいな。どうしたの？いや、なんでもね。なんていうか、平和だなぁと思ってな。変なこうちゃん。あれから3ヶ月か。あの慌ただしい日々がずっと昔のことみたいね。Thank you.
ちは先週さ一色だけど、あまりはしゃぎすぎないように節度を守って秋の夜長をゆったり楽しんでくださいね。それじゃあヒイラギさん、号令お願い。起立礼。6時でいいのよね。なんだ、チーズルかよ。なんだじゃないわよ、このおバカ。いつまでおしゃべりしてるつもり？あんたと小日向くんは夜まで商店街を手伝う約束でしょ。ああ、そっか、僕も亮太に頼まれてたっけ。ほら、さっさと行くわよ。待ってって、もうちょいヒイラギさんとおしゃべりを。お黙り。言っとくけど、終わるまで遊びになんか行かせないからね。そんな殺生な。それは頑張らないとね。じゃあみんな、また夜に。千鶴ちゃんも大変だね。クラス委員会の帰りとかにたまに愚痴を聞いたりするけど、わざわざ手伝いに行くあたり、純も物好きっつうか。さて、私たちも用事があるからそろそろ失礼させてもらうわ。あ、そうだね、急がないと。また後でね、こうちゃん。遅刻しちゃダメだよ。わかったわかった、そんじゃな、二人とも。
そういや、聞きそびれたが、用事って一体何なんだ？クラス委員の用事ってわけでもなさそうだが。まあいい、俺もそろそろ行くか。雪乃さんからの連絡はまだ来てねえみたいだな。適当にぶらつきながら連絡を待つとするか。だからここの振り付けは、うんうん、なるほど。あっ、やばっ。って、なんだコウ君か。びっくりして損しちゃったでも他の人じゃなくてよかったじゃない。こんにちは、時坂さん。ちょっとイベント前まで場所を借りてるだけなんだけど。現場の待機所だと人だかりができて準備を邪魔しそうだったので、皆さんの授業中にこっそりリオンに連れてきてもらったんです。驚かせてしまってすみません。ごめんごめん、決めたのも今朝方だったし。ほら、でもある意味いいサプライズだったでしょ。今度の新曲の衣装なんだ。どうどう、かわいいでしょう。似合ってるかな。ってなんか反応薄い。もういくらなんでも慣れすぎ。もっとありがたがりなさいよね。リオンたら学校でも変わらないわね。一緒の部活か、なんだか羨ましいです。はい。五郎先生、今日帰り早くない？だったら私と一緒にお祭り見て回ろうよ。あー、ずるーい。私も私も。悪いが、これからちょっと用事があるんだ。ま、夜回りには行くから、どこかで会うこともあるかもな。指導されたくなかったらあまりハメを外さないように。っていうか、むしろ指導されたい。はあ、早く終わんないかな。時坂、今帰りか。今日もアルバイトか。お前もなかなか忙しいな。ま、キュービの一件もあったから、しばらく様子見くらいはと思ってな。ちょっとタイミングを逃したのは否めないんだが。礼を言われることじゃないさ。これも当然の務めだろ。あれから3ヶ月、
早いものだ。新たな異界化もあれ以来起きていない。遅かれ早かれ、俺もいずれはここを去ることになるだろうな。ま、縁なんてものはそう簡単に切れるものじゃないさ。たとえ遠く離れ離れになったとしても、二度と会えなくなったとしても、共に苦難を乗り越えてきた仲間ならな。おっと、そろそろ時間だ。失礼させてもらおう。お前も千秋祭を見て回るんだろ。どこかで会えるといいな。それじゃダメよ。もっと気持ちを込めてみなさい。あ、はい。了解。そうじゃない。何度言わせるの。もう一回。どうも。あ、時坂くんか。久しぶりね。ちょっとだけ場所をお借りしてるんです。それよりも本当にお久しぶりですね。前の全国ツアーも見に来てくれたんだっけ。そこまで見てくれてたんだ。なんだか照れちゃいますね。まあ当然だけどね。それだけの練習は積んできたし。で、悪いけど今はちょっと集中したいの。おしゃべりはまた後でね。さあ、若葉もアキラも続きをやるわよ。ツアーを一緒に乗り越えた以上、もう後輩気分は終わりにしてもらうわ。私たちを超えるつもりできっちり仕上げてみなさい。あ、はい、もちろんです。ご指導よろしくお願いします。うん、先輩たちには負けてられないね。
見覚えのある顔じゃないか。ご無沙汰だね。夏以来になるかな。美月さんは元気にしているかい？何、ちょっとしたお役目を果たしに来たというだけさ。何せ僕は今年の選手祭のスポンサーだからね。美月さんには黙ってもらっていたからね。各街区の飾り付けはもちろん、催しの監修や資材の提供などいろいろさせてもらっているよ。携わる以上、例年とは比べ物にならないビッグイベントにしたいからね。やれやれ、信用がないな。共に七を乗り越えた仲じゃないか。まあそう構えなくていい。ちょっとした気まぐれというやつでね。道楽ついでに罪滅ぼしも片付けてしまおうというわけさ。もちろんだとも。期待していてくれたまえ。おっと、そろそろ依頼していた衣装担当の方が来られる時間だね。すまないがこれで。待ちたまえ。今カオルさんと言ったかい？じゃあまさかあなたがメールでやり取りしていた。ちょっと待ちたまえ。聞いてないぞこんなの。名前とメールの文面からしててっきり麗しい女性なのかと。見捨てないでくれたまえ。ほんと五章だから。やれやれ、たまげたぜ。まさかしおりが手伝ってたとは。うん、先週祭の日は忙しくなるって前に聞いてたから。せっかくだから臨時アルバイトとして申し出を受けさせてもらったの。悪いとは思ったんだけど引き下がってくれなくてね。そうだったのか。たく、一言くらい言っとけっつーの。しかししおりがバイトとはな。俺にはいつも口うるせえくせによ。実を言うとちょっと興味があったんだ。忙しいけどやりがいもあって楽しいっていうか、こうちゃんがバイトを続ける理由がなんだか分かった気がするな。しおり、そこまでっすか。まあ楽しむのはいいが、やるからには責任持ってやれよな。分かってるってば。はーい、今行きますね。ごめんね、こうちゃん。また後でね。張り切ってんな。しおりのこと
よろしく頼むぜ、アスカ。任せておいて。時坂くんもせっかくだからゆっくりしていってちょうだい。時坂くん、そっちもアルバイトは終わったみたいね。お疲れ様。とっくにライトアップされてたみたいね。ああ、派手なだけじゃなくいい雰囲気っつうか。罪滅ぼしとか言ってたが、なかなか頑張ったみてえだな。あ、コウ先輩たち、こっちです、こっち。あ、ソラちゃん。美月先輩もこんばんはっす。てっきり私たちが一番乗りかと思いましたが。ええ、用事がちょっとだけ早めに終わりまして。でも3人で来たんですね。
もしかしてお邪魔だったでしょうか。は？いえ、別にそんなことは。うわ、早いね、先輩たち。ゆうきくん、しお先輩。って、何この人混み。やっぱ帰ろうかな。ついて早々何言ってやがる。悪い、遅れたか。いや、俺らも今来たところっす。あとは、お、いたいた。やっほーみんな。て、リオ？大声禁止。リオンちゃん、ステージの準備で来られないんじゃ。いや、早めにリハが終わって休憩時間をもらってさ、せっかくだから来ちゃった。来ちゃったってお前な。やれやれ、夏のツアーで大成功したアイドルとは思えないね。でも嬉しいサプライズだわ。リオン先輩、ステージ頑張ってくださいね。私も応援してるね。ありがとう。バッチリ仕上げてるから楽しみにしといてよ。そういえば高畑くん、結局乾くんは誘わなかったんですか。いや、一応誘ったが、どうも照れて遠慮したみてえでな。たく、しょうがねえやつだ。あ、伊吹先輩がニアに書き込んでる。今終わったすぐ行くだってさ。なんとか待ち合わせに間に合いそうね。ここの絵先生と佐伯先生も見回りに来ている頃でしょうし、後でご挨拶に行きましょうか。うん、じゃあせっかくだしスピカのみんなにも。つくづく平和だよな、みんなで過ごすのも。本当に久しぶりっつうか。もう10月、考えてみりゃ俺の高校生活も半分切ってるんだよな。こんな機会があと何回あるんだろうな。縁なんてものはそう簡単に切れるものじゃないさ。たとえ遠く離れ離れになったとしても、二度と会えなくなったとしても、共に苦難を乗り越えてきた仲間ならな。そうだよな、しんみりすることはねえか。この先何があってもこの縁は途切れたりしねえ、それだけは絶対に確かだ。みんなで取り戻した日常、今この時を大切にしねえとな。時坂君、どうかしたの？こうちゃん？いや、なんでもねえさ。亮太と純が来たら早速。今のは鈴の音。なんだあの子供、どこかで遊ぼう。これは僕と遊ぼう。こいつを。
起きて。なんで俺こんなところで。今の声は。サンロードだよな。なんで誰もいねえんだ。それにこの妙な雰囲気は。しおり、アスカ、ソラもユキもリオンや先輩たちまでいねえ。おい、誰かいねえのか。誰でもいい、いたら返事してくれ。モノレールまで止まってやがる。クソ、何なんだよ一体。おい、声がしなかったか。うん、もしかして。やっぱりこうなのか。リョータ、ジュン、お前らよかった、無事だったのか。ああ、そっちも大丈夫みたいだね。ああ、ようやく知った顔に会えたぜ。って、しおりちゃんやヒイラギさんたちは。わからねえ、気がついたら誰もいなくなっちまってて。そうなのか、やっぱり。チックシュマ、ここも同じってわけかよ。ここもって、それどういう意味だ。まさか他の場所も。あいつはさっきの。なんだあの気味悪いガキンチョは。知り合いか。こう、まさかあいつが。待ちやがれ。おい、こう。どうやら僕らも追いかけた方が良さそうだね。行こう。マジで人の気配がねえ。駅前もかよ、ありえねえだろこんなの。他の場所もこうだってのか。ああ、リョータと少し回ったけど、どこも似たような状況だった。おそらく街の人間すべてが消えてるんだろう。おいおい、さすがにんなわけねえだろ。そうだ、もしかしたらテレビのドッキリかもしれねえし。なあこう。まさか。ああ、ここまでの状況、考えられる可能性は一つだろう。イクリプス、
それもかなり高ランクのグリムグリードが関わっているね。冗談だろ。森宮の異変は解決したはずだろうが。分かってる。僕だって信じたくはないけど。おいこう、ジュンもさっきから何言ってんだよ。イクリプスとか異変とか一体。なんだよこの記憶は。黒い化け物に。どう、亮太、お前。どうやら3ヶ月前の記憶を取り戻しつつあるみたいだね。さっきの子供、何らかの鍵を握っている可能性は高そうだ。今は姿が見当たらないけど、絶対どこかにいるはずだ。なんとか探し出さねえとな。混乱してるかもしれねえが、亮太も手分けしてくれ。ああ